ニューストナイトのアンカーマンが独自の視点でニュースを見つめます今夜のアンカーマンは産経新聞編集員の石野信子さんですさあ今夜は何が見えたでしょうか、はい、EU の通貨、はい、からやっぱり現金が必要 <laughs> みたいなとお話しします <laughs> また旅の思いでその2になってしまいますけれども、えー、先週ねあの夏休みから帰らせていただきましてそれでヨーロッパのですねハンガリー オーストリアチェコ、はい、ま3カ国というか3都市、ね、を巡ってその中央あの中央のヨーロッパね中央の話を先週したとこなんですけど、はい、今回その3カ国を行ってええー、と思ったのはこの通貨がですねお金全部違うんですよ。はあ 違ったんですねあじゃあ全ての種類のお金を持ち歩かないといけないんですかでなんかヨーロッパ旅行ってなんかスペインとかイタリアとかフランスが最近行ったんですけれども、まあ、ずっとまあユーロなので、うん、なんとかぼんやりユーロと思ってたんですけど、まあ、直前になって「あハンガリーとチェコはユーロではありません」と通貨が。そうなんですオーストリアはまあユーロなんですけど。 三角ともい、e、eu の加盟国なんですよだからまあ eu 全部がユーロ使ってるのかと思ったらそうじゃないんですね、うん、完全に統一されてるわけではないんですねで というのは EU に入る時にはいろんなあのその統合通貨というのは重要なあのポイントなんだけれどもまあ加盟国がもう無条件でユーロに変わるわけではなくてそれはその例えばその国のまあ財政赤字というのがあの非常に厳しい GNP の何パーセントより以下であるとか債務残高がどれぐらいよりも以下であるとかまあそういう意味がなんか いくつかの条件があってこれ一と頃もめたギリシャなんかはこれちょっとややこしいことをやったんだという説もありますけれどもチェコハンガリーというのは 2004年に参加している割と新しい参加国なんですねそういう旧ソ連の衛生国がその時にワッと入ってるんですけれどもなかなかそういう財政赤字が EU に入ったことでいろいろ経済活性化していることは確かなんだけれどもまだまだまあ政常もこう行ったり来たりなところがあってまあ安定しなくって本当に言えば2010年ぐらいには両方との国ともユーロに変えた という思いはあったんだけれども、はい、まあ現実には今ま,まだ変えられないという状況があってね。えっとハンガリーというのはですね、えー、フォリンとフォリンとフォリンとでこれは一フォリンとは零点五円なんですね。チェコチェコ、はい、コルナって言うんですね。コルナコルナこれはだいたい一コルナが五円ですね。あらややこしい,ややこしいウィーンはユーロ。<laughs> これ今ちょっとユーロが強くて130円近いっていうふうにまあそれぞれあったんですけどね、まあ、ツアーだしねそのあの聞いてみたらそんなに元気使うことないから買えなくそれほど買えなくてもまあちょこっとだけ飲み物とかそういうんでユーロも使えるところも多いですしということでそれであのそのハンガリー最初行くところはまあ あのせいぜい一人千円ぐらい、はい、それからあのそのチェコも五千円ぐらい買えたんですね。でその最初はハンガリーだったんですけれども、ユーロも使える、まあカードも割とよく使えますので、そういう意味ではなんかだったんですけれども、やっぱりでもね、実際に動いていくとお金っているんですよね。はい、カードやユーロではどうしようもないというね、であのー。 えっとこの半最初ブタペスト行ったこれ暑かったんですよ、37度、もう熱波が来てたんですね。 でまあ、それだったんですけど自由時間にね、まあ、世界遺産のどっかのどこかだとかな、まあ国会議事堂みたいなとか私たちあの知り合いだけで行ったんですよね。そうしたらもう暑いので見てもねそのもうけの分からない、ね、英語のねこのあれを聞いてそれでもう疲れてね一緒に行ったあの姉夫婦なんだけれどもね、えー、あのもう絶対そこから歩いて20分ぐらいであのホテル帰れるんだけれども、うん、もういやもう一分も歩きたくないって言ってね<ー>それでもうタクシーに 乗りたいけどはい、はい、タクシーはねあのやっぱりさすがにね1,000円とか、えー、2,000円とかそれぐらいの距離でもかかっちゃうのでそうするとこのフォリントで言いますとでですすねかなりいるんですよ、うん、うんところがもうすでにそこへ行くのにタクシー乗っちゃったので、はい、あのみんなのあれをしても4,000円分ぐらいしかフォリントつす 用意してなかったのがもう手元ちょびっとちょびっとですねせいぜいもう300円分ぐらいしか残ってなかったんですよ <laughs> <ても S 1> 手元無理ですね無理とであのそれでねもうこれはタク無理だから姉姉夫婦の方が我々より上なのでじゃあこのみんなの書き集めて300円ぐらいねこれあったらあの確か地下鉄は100円ちょっとぐらいで乗れるから二人は生きて帰れるよと <laughs> 私たちは灼熱地獄を歩いて帰りましょうと。 とまあ、徴用の上でね言ったわけでですすよよ、ね、本当に、ね、使えないんですよでもちろんタクシーカード使えないしユーロも駄目だし、はい、でその世界遺産の議事堂もねそこへあのこうちょっと喫茶粉とかね、えーえー、売るものあるでしょそしたらそこはカードは使えるけどカード使ったらお釣りが来ないでしょ。<ー>でユーロを使ってお釣りは現地の現金って結構来るんだけどこユーロは使えないって言うんですよ意外や。あじゃあ 結構だからやっぱりお金なんですよあんなにね1円10円でねもう必死になったことなかなか日本でね,でねそんな経験することないでしょ大人になってからはね大人になってねカードだわいっていう感じなんだけど役に立っちゃしないんですよカードとかね <laughs> よその国の支援なんて <laughs> 私たちはそこに一万円札も持ってるけど全然無駄ですねね無駄なんですよだから、ね、やっぱりね。 地下鉄もねこの様子が分からないのでねだいぶ遠回りして帰ってきたまあなんとか生きてね <laughs> よかった再開できてよかったって言うんですけれども本当にねあの初めて知りましたけどその旅行へ行く前にもそういうフォリントとかこのコルナとかいうチェコとかハンガリーのお金でね買え,ない買えることも換金もなかなか難しいの、ね、であの例えば難波に会社があるので直前に買いに行くで普通の外貨、まあ、銀行行くでしょうそしたらそこは,よはないんですよそこには。 ユーロとかあれとかだけでね、でそういうのはあ,<ー>あのここには置いてないので、はい、その近くのねそういう通貨のあの変換するそのあの専門ショップがありますので、えー、って言うとそれナンバーワークにあるんですよ。なんていうところだったかな。 とというとこ行ったんだけれどもねそ,しそうしたらこの小さいなんかねなんかこう窓口みたいなところがあってね、はい、いっぱいこう変えられるんだけど今手元にご用意はございませんのでこう予約となっておりますので34日いけだけ、うん、明日には行きたいんですって」ってなことではダメなわけですね。<laughs> も 準備しとかないと、うん、ただお金を変えるって言ってもハードル高いんですよね,ですね。だからまあそのユーロという風なものが今ヨーロッパ全部使えるようになったら、それはそれで大変まあ便利でなんかつそういう風に思ってしまうけれども。 でもあのこれね、えー、っともう何ですハンガリーのフォリンとは1円も残ってないのでこれがあのチェコのコルナっていうね綺麗なねなんかちょっとあれでしょうなんかコインチョコみたいなちょっと分厚めの金色のねちょっとしたデザインもしてあってねでまあこういうものが全くなくなっちゃうというのも 確かになんかちょっと寂しいものがあるかなとそうですねなんかこの文化を感じることができますも、ね、るものね、えー、現地のねただまああのこういうハンガリーも結構もうなかなか今ややこしいところもあったりするんだけどもでもでもあといずれのうちになんかユーロになっていくだろうとなるとこれはもう流通しなくなりますもんねそうですよねこれちょっとじゃあ、うん、取っといた方がいいかもしれないですねどうか <laughs> <laughs> きっと、きっともう、あの一週間後には、どっかへ、行ってしまうんじゃないかな。という感じもいたしますけれども、まあ、やっぱりね、お金は大事っていうふうなことを痛感しました。あ <laughs> くまで言って、そのことを学ばれたんです。アンカーマンの目でした。